ラム高津川真希のやりたい放題。皆様こんにちは、高津川真希と申します。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組は詩吟に特化した情報、そして腹話術によりますお悩み相談、最近気になる一曲、今ここ川崎市で頑張っているお店や団体さんなどなどホットな情報をお届けしていきます。さあ、ここでこの番組を一緒に進行していただきますコーランさんです。はい、皆様こんにちは、コーランです。ということで、高田さん、はいはい、2週連続ってことでね。そうですね、はい、先週に引き続き、はい、今週もね、なんか楽しいよね。あっという間続いてる ね、あっという間2週間だよね。本当、ネタがあるって感じだよね。大丈夫って感じ。言うな言うな。あります、あります、ネタの宝庫ですってことでね。はい、はい、というわけで、この番組は歌謡吟詠会の女王こと高津川真希さんと、はい、私コーランが毎月第4第5火曜日の午後1時からここ川崎 FM スタジオより生放送でお届けしております。はい、毎月第4第5火曜日の13時からは高津川真希のやりたい放題をよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、今週もお願いします。はい、それでは高津川真希の歌を聴いていただくんですが、はい、今日はね、ご週特別ということで、特別来たね、はいはい、花の合図の上司隊を、花の合図の上司隊、はい、行きたいと思います。はい、お願いします、ね、それでは聴いていただきます。はい、どうぞ。ただ仰ぎ見る上司隊、
い、花の合図の上司隊。花の合図の上司隊。私ね、これね、なぎなた練習したんだよね。やったよね。やったよね。刀もやったじゃない。まあ、やりましたね。もうすごい面白かった。もう大岡越前みたいな。切りまくるって。江戸を切るみたいなね。叩き切るみたいな。もう笑うしかなかったよ、あれはね。世の中成敗って感じで。はい。ねえ、まあこれはね。そうそう、楽しかったね。またね、やりたいと思います。うん、そうですね。はい、それでは高川真希の花の合図の上司隊聞いていただきました。高津川真希のやりたい放題、高津川真希のお茶の間詩吟コーナー。はい、お茶の間詩吟コーナー、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ですね、はい、なんとなんと、本日は第5週目ということで、5週特別、はい、イエイ、なんと素敵なゲストの方が来てますよ。はいはい、ね、先週ちょっとね、宣伝させていただいたんですけども、はい、そうでしたね。はい、はい、うん、それではキャサリンさん、はい、こんにちは、お願いいたします。よろしくお願いします。ね、皆さんにちょっとこう見えないのがね、残念なんだけど、うん、後々見えますので、後々ね、見ていただきたいと思います、はい。はい、キャサリンさんは風船の星で生まれたピエロさんで、風船の星からこっちに来るときは風船のバイクに乗ってくるんですよね。すごいですよ、今日も来ましたよ。いや、憧れる夢の生活。すごいの、あれすごいよ。でパフォーマンスのコンテストでも優勝しているし、もういろんなところでね、あの元気と夢と勇気を、これさ、どっかで聞いたことあるでしょ、あれコンセプト、私たちのしかしトバリーザと似てるよね、夢と希望に向かって。そうなの、もうなんか感動しちゃった。嬉しい、似てる似てるって感じで、はい、うん、ねえ、そうなのでね、ちょっと今日はね、皆さんに楽しみに待ってくださっていると思いますよ。そうですよね、ありがとうございます。はい、普段はどんな感じでなさっていらっしゃるんですか。はい、はい、もういろんなイベントに出演しているんですけれども、うん、なんと、まあ、今年ですね6月にバルーンアートの全国大会というのが開催されまして、はい、ここでですね、なんとパフォーマンスコンテストで優勝しました。すごいね、優勝。いやー、はい、センスがいい、うん、ありがとうございます。いやー、ほんとね、うん、今ね、あのキャサリンさんね、うん、あのひよこのはい、お人形さんね、一緒にあのお人形さんって風船のね、バルーンアートをね、持ち上げるんですけどね、これがまたすごい可愛くてね、ドゥドゥルっていう名前がついてるんですけど、一緒に魔法をなんかね、そうそうそう、あの歌をね、うん、ちょうどコロナの時に作って、私が歌詞を書いたんですけれども、それのミュージックビデオがありまして、そこでこのドゥドゥルが子供たちに勇気の魔法をかけるっていう内容で、すごいでしょ、うわ、かけられたい。みんなに勇気をバブバブって、ね、子供すぎるかっていう、そう、で踊りも見た、可愛かった、 ありがとうございます、ね、覚えやすいし、うん、子供絶対すぐ覚える、いいよ ね、うん、一緒になんか踊れたらいいなって思うんですよ ね、 ね、風船だけでこう夢があるのにね、またそこに歌があったり踊りがあるのはすごく夢が広がるよね、嬉しい、うん、いい世界だね。風船のバイクに乗ってみたい。ぜひぜひ。すごいよ、だって大きいし、そう、実物大だからね、 あれ、うん、乗ってみたい。そうなんですよ。でさっきねちょこっと聞いたんだけど、うん、ほら風船だから、うん、すぐしぼんじゃうのかなと思ってて、はい、そしたらそうでもないんだって。そうなんですよね、はい、そうなんだ、やっぱそれは風船で1ヶ月ぐらい、うん、そう、すごいね、そんなに持つんだ風船って。そうなんです、それはまあ長持ち加工をするっていう感じなんですけれども、うん、そうだよね、そうなんです、あの風船って見えないんですけど、うん、表面に小さい穴があって、うん、そこから空気が抜けていくんですね、はい、でもそれを防ぐために空気を膨らませる前に木工用ボンドを入れるんですよ、うんうん、そしたらその木工用ボンドが膜を中で作るので、おー、すごい、それによって空気が抜けていくのがちょっと遅らせるみたいな、すごい、いいんですかそれ、企業秘密じゃないですか、企業秘密、全然大丈夫みんなやってみて、やりたい、やりたい、それいいこと聞いちゃったね、さすが5週特別ね、あのほら風船っていうと、うん、なんか皆さん出てきて、はい、うさぎを作りますとか、うん、亀さん作りますとか、はい、はい、どうぞっていう、うん、そういうイメージしか、うん、私たちちょっとないんですけども、なんかショーをやっちゃうんですよね。そうなんですよね、うん、バルーンショーでは結構大きい作品を作ったりしますね、うん、なので8月にねイベントでお世話になりましたけれども、うん、そうなの、そう、
あの時にも大きい鳥さんを作ったりとか ね、みんな手を挙げて欲しい欲しいって、うん、あれは良かったよ、ね、欲しかったよ、欲しかった、大人の方がね、ああやって喜んでくれるのはめちゃめちゃ嬉しいです。いや本当に欲しかったんだけど ね、 あれね、まずね笑ったのが、うん、あの高齢者の方とかがいっぱいいたんだけど、うん、あの大きいお友達大きいお友達たくさん来てくれてましたよね。面白かった。あ、よかった。面白いね。身長じゃなくてね。身長じゃない。ご年齢に際してね。大きい。そうそう。そうかそうか。ねえ、すごく面白かった。もうとにかくね、笑わせていただきました。ねえ、で、あの、ホームページとかに、いろんなのが載ってたんですけども、はい、あの、学校とか、はい、その、入学式とか、はい、いろんなところでもやってらっしゃるんですよね。そうなんですよ。あの、パフォーマンスだけじゃなくって、フォトスポットっていうのも作っていて、で、実はあの、実物大のバイクも、フォトスポットで作ったのがきっかけだったんですよ。バイクメーカーさんの展示会があって、そこでなんかできないかなって言われた時に、作ったことなかったんですけど、じゃあ実物大のバイクを使ってフォトスポットにしたらいいんじゃないですかって言ったら、それがなんか企画通っちゃったみたいな。すごくいい。だって今までそんな方いらっしゃらないもん。うん、そうですよね。うん、だからすごく喜んでくれましたね。そうなりますよ。うん、だから卒業式とか入学式とかでも PTA の方が子どもたちにサプライズでプレゼントっていうので、今年はフォトスポット作ることが多かったですね。嬉しいよね、そういうのね。そうですね。だってほらコロナでさ、何にもね、はい、今できないし、ね、式だってできない時もあった。そうだよ、そうだよ。そうなんですよ。ね、いやでもこれは本当に夢があって、うん、あのますますね、うん、皆さんに使っていただきたいなって思いますよね。はい、うん、でキャサリンさんが可愛いね。そうね。いやいや、ありがとうございます。あの結構おじさんとかが、うん、あの風船作ってあげてるっていうイメージが、はい、申し訳ないです。おい、発言に気をつけろ。いろんな方がねギリギリいらっしゃいます。はい、ね、そうでもね、やっぱ可愛いし、うん、あの目を引くからそれだけで、うん、でやっぱさ、これはさ、なんだろうね、うん、細い人じゃなきゃダメだよね、うん、おい、おい、発言どうするよ。ごめんなさい、それ。とってもいい。そう、キャサリンはね、こうね、なんかね、今ね、こう黄色いお洋服にお花柄のね、はい、はい、緑の髪の毛をされててね、うん、もうすごい、もう本当にこの人風船の国から来たんだろうな。いや本当に来たんですよ。いや来たんだよ。そうだった。風船のバイクに乗って風船の国から来た。そうですよ。行ってみたい。風船の国。うん、行ってみたい、ね。連れてって。ね、ぜひ、ね、結構ね、今年の7月8月と武蔵新城、のイベントでね、お世話になることとかも多くて、この川崎でお世話になれるっていうのがね、めちゃめちゃ嬉しかったんですよ ね、 嬉しいですよね、うん、インスタ見せていただきましたね。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、ね、私もホームページね、ぜひ皆さんにね、はい、あの見ていただきたいので、はい、あの YouTube でもね、うん、こちらの番組出すので、うん、もうその時にはもうね、こうやってやって、ここです、ここですっていうね。そうですね。うん、皆さんに見てもらいたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい。それではね、今日の気になる一曲。気になる一曲来ました。なんですが、はい、これはもちろん。うん、はい、ね。私がね、さっきちょっとちらっと話しましたけども、ね、作詞をしました、はい。きっとできるもんという曲を。素敵な曲なの。きっとできるもん。はい。ねえ、うん、これとってもいいと思う、ね。ありがとうございます。内容聞けば聞くほどね、可愛い。うん、そうだね。励まされるっていうのかな。うん、いいことだ。ね、はい。はい、それではあのちょっとその辺振ってもらって CD に行きたいと思います。はい、はい、お願いします。では聞いてください。きっとできるもん。どうしてないっているの
かわいいね。かわいいね。で、心弾むよね。いいね。BGM でもいいもの。そうだよね。ありがとうございます。ね、とってもかわいい歌をありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、というわけで次回もお楽しみに。高津川真希のお茶の間詩吟じゃないね。詩吟コーナーで、いいね。キャサリンさんに来ていただきました。イエーイ。高津川真希のやりたい放題。腹話術でお悩み相談、はい、お悩み相談お願いします。はい、こちらでは腹話術のパペットが皆様のお悩みにお答えいたします。はい、はい、もう美代子さん来てるの。そうね、スタンバイ OK でね、うん、せやなー、いやーかわいいなー、いやーかわいい、こんなかわいい子いたらええな、皆さん見える、見えないやろ、残念やなー、かわいいかわいい、こんな感じやで。いや、な、ぜひな、YouTube でな、皆さん、見てほしいわ。ねえ、そうですね。本当に、可愛くて、ぴよ、ぴよぴよ、あ、みよこさん？みよこさん？寝てる。あ、あ、昨日遅くてな、あかんあかん。なあ、寝ないでくださいよ。あの方は誰なの？あ、キャサリンさんはね、風船の星から、わざわざ来てくれたんですよ。なあ、偉すいませんなあ。ここはな、川崎言うてない町やで。どうやねん、ここな、いやろ。うーん、言うて、こうちゃん。あ、こんにちは。はい、聞いてんの？聞いてますよ。あ、よかった、よかった。はいはいはい。あのね、バイク乗ってきてくれたの。そうです。え、バイク。あ、風船な。そうよ。あのな、お願いがあるんやけどな。私のな、その星、サンズの川の向こうの風船の星、似てみたいわ。サンズの川って言ってないじゃん。サンズの川？違うよ、美代子さん。川のこっちにある星だから。え？向こうじゃないのよ。何言ってんのよ。大丈夫よ、美代子さんは。サンズの川をね、渡れるから。そう！私な、スイミング習ってんねん。そうなんだって。なあ、あのなあ、サンズの川はな、25メートルなんやって。せやからな、25メートルターンができるように練習してんねん。そうですね。ねええ、これからな、私これからスイミング行きますの。そうですか。頑張ってください。へ、ほらな、ゆっくりしてってな。かわいい、かわいい。かわいいな。またな。はい。な。はい、ほらな。さいなら。さいなら。はい。はい、今日もね、美代子さん自由にお話しさせていただきましたが、本当自由ですね。はい、あの美代子さんはね、お人形さんなんですよ。そうですね、服はですね、人形です。はい、はい、美代子さんは YouTube でもたくさん出ていますので、ぜひ高津川真希で検索してみてください。検索してみてください。はい、服は術でお悩みコーナーでした。高津川真希のやりたい放題。ここでホットな情報です。はい、ホットな情報お願いします。はい、こちらでは皆様のご相談、お悩みを募集しております。はい、ぜひぜひたくさんのお便りお待ちしております。はい、番組の最後でお知らせいたしますんでね。はい。はい。はい、ですね、告知と言いますと、はい、まず、
いろいろあるんですけどね、はい、出てきました、はい、9月の15日、はい、松井ゆめじさんのチャリティーコンサートが宮前市民館でございます。はい、はい、素晴らしいですね。チャリティーをなさるっていうこの心がね素敵だと思います。素晴らしい、はい、ぜひね、はい、皆さんいらしていただきたいと思います。はい、はい、そして10月の8日、10月8日、はい、日本詩吟協会で芸術祭が開催されます。はい、はい、セミシグレね引き船文化センターで高須賀真希ですね。はい、はいはい、皆さんねもう素晴らしいですよ。引き船文化センター、はい、はい、いらしてください。はい、そして、うん、10月29日は、10月29日は夢と希望に向かってパート4、夢と希望に向かってパート4、とうとう4回目になりましたよ。来たぜ。はい、川崎の国際交流センターにて1時30分開演となっております。国際交流センター、はい、はい、大御所だよね、もうプロの方たちがまた ね、うん、いらっしゃってき、はい、いただきます。はい、であのね8月の8日もねキャサリンさんね出てくれたんですよね。うん、そうなんですよね。はい、ありがとうございます。はい、ねとっても可愛かった、うん、風船がやっぱすごい素晴らしい。すごいね、かなわないね、風船の力にはね。うん、はい、そんなわけで、キャサリンさんにお会いしたいっていう方のためにどれをどんなところで見たら、はい、はい、あのバルーンパフォーマーキャサリンと調べるとですね、ホームページとか、はい、あの SNS がいろいろ出てくるんですけれども、うんうん、インスタグラム、フェイスブックページ、ツイッターに出没情報というのを載せていますので、はい、そちらご覧いただけると嬉しいです。はい、で9月はですね、あの埼玉の住宅展示場にいたりします。はい、すごい、風船のプレゼントできますので、うん、ぜひね、はい、はい、ぜひダメだよ子供の撮ったらね、はい、そんなわけでね、うん、あのぜひね、あの情報はホームページに載っていますので、はい、キャサリンさんのねホームページを開けていただいて、でいろんなショーも載ってるのでね、うん、ぜひねそれだけで楽しめるんじゃないかなと思うんですよね。はい、ぜひご覧いただきたいです、ね、ホームページ、はい、インスタ、まあ、いわゆる SNS 系だよね、はい、そういったものでキャサリンさんを見つけてもらって、はいはい、風船をあいいなこれと思ってもらって、ね、そして、埼玉の住宅展示場に行く、うん、はい、バイコーランみたいな感じで ありがとうございます。はい、ね、埼玉なんてすぐだもん。そうだよ、うん、そうですね、ね、もう小杉からすぐで一本で行けるので、はい、はい、ね、あのぜひねいらしていただきたいと思います。はい、はい、番組ではホットな情報を募集しております。素敵なお店、安くて美味しいお店など情報をお寄せください。以上ホットな情報でした。高津川真希のやりたい放題。あっという間に30分です。あっという間の30分よ。早い ねいつも早いよ、うん、はい、次は9月の27日です。はい、9月27日ですね。はい、はい、川崎 FM はインターネットで全国どこからでも世界中からも聞くことができますよ。はい、インターネットアプリならリスティンレディオ、リスのラジオをダウンロードして聞いてくださいね。はい、皆様のご意見やご感想、美代子さんへのお悩み相談、素敵なお店の情報などなどどんどん募集しておりますので送ってください。気になる一曲へのリクエストも受け付けておりますよ。はい、はい、今日はねキャサリンさんにいらしていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。お会いできなかったです。楽しかった、楽しかったです、ね、ぜひね YouTube も見ていただきたいと思います。またあの遊びに来てくださいね。はい、ぜひ、はい、そうですね、でまたあまたじゃないんだけど今度風船ください。そうですね、言っちゃった。はいはい、はい、この番組は綺麗、なお花の愛花草 MM ミュージック銀堂公演会とばりちゃんの提供でお送りいたしました。はい、次回放送は、9月の27日ですね。はい、はい、になります。川崎 FM より生放送でお届けしております。はい、聞いてくださった方に素敵なことが起こりますように。高津川真希とコーランとキャサリンでした。せーの、アンデリア。
姫まひてー、キラコかわいい。But it's to be no sense why I'm such a merry